まあです。昨日の声楽しかったし、ありがとう筋肉さん来てくださって。見えました。そう、まさかあそこにいると思わなくてありがとうございます。うん、ありがとうございます。白鳥、白鳥の話題。そう、白鳥のね話したね、 MC で。あれは TU さんだったのか。ありがとうございます。なんかね、でも2人ぐらいいる白鳥。私も歌唱力期待してますって、ありがとうございます。あれですよね、なんだっけあれ、なんかここ暗い、ここ暗いですね。なんか変えようかな場所。どこがいいんやろ、ちょっと隠します。どこがいいかな、ここ。わ、めっちゃ映るじゃん。なんかどうしよう、ここ。あー、どこがいいんだ。暗くない？暗くない？じゃあ先のとこ戻ろう。よいしょ。そう、参加される方の中間発表、まだなんか多分全員じゃないみたいな、全員じゃないけど今なんか参加しますって言ってる人の名前みたいなの一覧が今日ね出たんですよね。そう、おむくれたのにびっくり、行き立ちないと思ったら最初で焦った。ね、奈々さんも参加されるってなって嬉しかったですね。てか村山優里さんが参加されるってびっくりしました。ゆら、ユーナーさんがなんと歌唱力に参加されるということで、すごいです。ね、ちょっと明日、ユラは明日ねツイッターに出そうかなって考えてます。ちょっと今日はバタバタしてて、今日学校行ってたんですよ。学校行ってたのでちょっとバタバタしてて、なのでちょっと そう、ミニスタ全員参加なんですよ。今回私は学校ですね。今日から3日間だけとりあえず学校あります。あるのです。今日は授業を受けてテストを受けました。漢字が全く分かんなかった。今日のプリントを一瞬見せたいと思います。
いやミニスタは本当になんかちょっと頑張んないとなって今ゆらめっちゃ思ってて、でも今日ミニスタのねレッスンがあったんですけど行けなくて、学校があったのでね、そうなのであれだったんですけど、なので明日も学校だけど、明日も学校だけどちょっと写真とか撮ります、頑張って。はい、明日出しますね、ツイッターなので見てください。みんなはいつ携帯落ち着いているんだろうか、どれぐらいの時間出すのがいいんだろうね、どれぐらいの時間が見やすいんだろうか。9月5日楽しみと、9月5日もね楽しみですね。福島ラーメン食べられましたよ、最高最高です。福島ラーメンをなんと食べれましたね。美味しかった。午後の方があれなんだよね、見やすいんですね。午後に出そうかな、じゃあ。うん、クショル頑張って応援してます、ありがとうございます。そう皆さんあれですよ、今9月12日のチケットまだ受付してますよね。昇格できるかわからないので皆さんぜひぜひ来てください。もうちょっとねこんな状況で大変な中なんですが、あの満席にしても昇格したいですね、本当にね。昇格したら髪切らないので昇格お風呂入ってる、うん、栄養入ってる。戻ったと思います。あ、よかったです。でもなんかね最近のね神戸マジでなんかもう最後感がすごかった。最後感がめちゃくちゃすごかったです、最近の神戸。なんかねもうね、でもね神戸うんほんまに感動の舞です。でももっと感動の舞になるといいですね、12日あでも緊張するだろうな、サンプラザはさすがに。福島の昼公園行きました。ありがとうございます。
ごめんなさい、皆さんギフト読めてない、ありがとうございます。本当に本当に本当に皆さんありがとうございます。ちょっとお名前だけ読ませていただきます。でも消えてるかもしれない。むっちゃんさん、たくみごはんさん、かいかいさん、まさぴょんさん、まさひでさん、もひかんダイナソーさん、しまじろうさん、なりさん、まつつさん、そらさん、おもげくりちゃんさん、ちょうちゃんさん、斉藤さん、ありがとうございます。ね、あと、なおさんも、なおさんもね、参加の中に名前があって、なおさんのお名前があって。またね、お会いできたらいいなって思ってます。私も頑張って、とりあえず20人にまずは残りたいですね。20人にね、残んないと決勝いけないので、ってことはもう会えないっていうことなので、なので会えるように頑張ります会えるように頑張ります。4週続けていけちゃいないです。すごい、楽しみです。ありがとうございます。なんかでもね、今年は絶対なんかね、去年とはなんか違う感じな気がするね、気持ち的にね。そう、あ、15分経過しました。なのでちょっと待って、今33分なので、じゃあちょっとあと5分やりたいと思います。ちょっと15分で終わるのもなんかあれなんで、なんか一回止まったので、曲決まったのって、決まってない、予選の曲決まってない。これで昨日左足にテーピング、見えたんですか、あれあれ見えるの、テーピングって。そうそうなのよ、ちょっともう左足が限界すぎて参ってもらって、なんだけどなんか左足使わないように頑張ったら次は右足が痛くなってって感じになってますけど、まあね、大丈夫です。ありがとうございます。スーさん、栃木のスーさん、キューちゃんさん、むっちゃんさん、ギフトありがとうございます。ここの方が明るかったかもしれない。バッチリ見えましたって嘘、マジか。インナミさん、キミくんさん、ありがとうございます。ギフトありがとうございます。まあね、今年もね頑張ります。そう、結べるようになったなんかここにピンをとつけなくても結べるようになりました。なんと今日体育したんですよ、体育で卓球したんですよ、卓球した、卓球は前よりはできるようになってた
そう、めっちゃ疲れたんですよ。本当に疲れた。疲れた。今日めっちゃ疲れました。歩いたし。いっぱい。何分に割れてたっけ、ちょっと。ごめん。38? え?なんて言ったっけ、私。38だっけ。37?8? どいつだっけ。お疲れ様、みんなもでもお疲れ様ですね、月曜日なのにね。月曜日どうですか、週始め。頑張ってください、皆さんも、皆さんも頑張ってください、よろしくお願いします。昨日のように頑張れたって。おー、スーさんは意外にいろんなうちは思ってることに気づきましたよ、私は。意外にじゃないか、別に。まあでもスーさんとても優しいのでね、とても優しいので感謝です、いつも。ちょっと待って、本当に目に何ていうの、これなんか昨日本番前に目の中にまつげが入ってやばかった、パセリに目薬借りた。そう、めちゃくちゃうちわを持っててね、まあ、でもとってもね、そうね、優しいので好きですよ。ギャさん怒るメンバー、いやそんな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 ことないです。本当に私はもう本当にめっちゃビビってる。めっちゃビビってます。ユラはね、どんだけ周りになんか歌とか以外でもダンスとかでもなんかキヤちゃん本当になんか上手とかもう一番だよとか言われても全然、もう全然何そんなことはないってちょっと思ってるタイプの人なので。神戸公園でパフォーマンス見てる方、お、嬉しい、ありがとうございます。いい意味で裏切ってくれましたとは。38分なった、なりました、あ、でーすって、ありがとう、38分でーすって、ありがとうございます。ちょっと終わらせていただきます、すみません、皆さん、ちょっと今日はもうめっちゃ早く寝ます、本当に。おやすみなさい。ランキング見ますね。むせた。読みます。13位、インナミさん。12位、大村さん。11位、赤山フラーさん。10位、松津さん。9位、キューちゃんさん。8位、ホリエモンさん。7位、斉藤さん。6位、島次郎さん。5位、てっちゃんさん。4位、むっちゃんさん。3位、そらさん。2位、栃木のスーさん。そして1位はドゥルルルッ、マサピョンさん、ありがとうございます。イケイケゴーゴー、イケゴーゴー、今日マサピョンさんはイケてるよ、ありがとうございます、ありがとうございました。では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 、終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。え、8位飛ばした、誰、8位、あ、本当だ、ホリエモンさん、ありがとうございます。では終わります。皆さん、おやすみなさい。バイバイ。